こんにちは。今日は宮崎市内にあります花屋さん、オリーブさんに来ています。ここで実は今日僕のアレンジメントレッスンをしていきたいと思います。観光ホテルの中にありますので雰囲気バッチリ。それではお邪魔します。店内はそう、小物がたくさんありますね。あ、造花もたくさんあります。あ、ここでお仕事されるんですね。大きいテーブルです。あ、小さいアレンジがあって、おしゃれなドライフラワー。ここでこの大きいテーブルでアレンジしていきたいと思います。花材は下に書いてあります。ゼブラの椅子、ヒョウ柄の椅子、なんとゴージャスですね。こんな素材です。制作ビデオを撮りません。